さあそれでは登場していただきましょう、整形なしでバストが A カップから H カップになった魔女です、どうぞ。うわこれ楽しみだな。36歳ですよね、ちなみに今おいくつですか。私還暦になりましたね、脂肪が移動しバストの脂肪へと変わるというのだ。これを毎日
かさず15分行うだけでバストの大きさがアップするという。さらになんとお腹の脂肪もバストの脂肪になるというんです。二の腕と同様に脂肪をとろけさせるようよく揉みほぐし、お腹からバストへと脂肪を移動させる。これはお腹がへこみバストがアップするので、スタイルをよく見せたいあなたに一石二鳥。それにしても気になることは、ちなみに H まで到達するのにどれぐらいの期間、はい、まずね1年 ABCD1 年で1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 ヶ月でもなる人あれですよね。今そうメッセージで聞いたのが、ここの辺の脂肪を溶かして、私リンパマッサージずっとやってもらってるんですよ、毎日。確かにこう流れていくんですよね。流れて、流れますよね、痩せますよね。それを移動し、脂肪を溶かすんじゃなくって移動するバストにって聞いた時には、あ、なるほどと思いました。実際溶け出したリンパ液とか脂肪くっつきやすくなったタプタプのとこって、ものすごい揉んだりして循環良くするとすごい柔らかくなるんですよ。そしたら肌も循環も良くなって、多分全身を美しく、胸だけじゃなくてなるんじゃないですか。男性も女性も、はい、同じですね。これはもう美恵子ちゃん自分で編み出したの。そうですね、基本的な体操はストレッチ体操を習ったんですけど、そのイメージすること、モンローをイメージして、フリーモンロー、胸だと思いながら、太っていく太っていくと思ったら、もうあっという間に、はい、うわっとなっちゃう。ちょっと質問なんですけど、この例えばブラジャー今つけてらっしゃいますか、はい、ブラジャー取るとこうやったらんと言うと下がるに商品があって、私の胸こうやって動くじゃないですか。だから土台がないと、これだけ脂肪を集めたら引力に負けて耐える。だから土台作りがさっきの体操。これでも大事だよ。で、なんか年代関係なく間に合うです。関係ないです。もう70代の人でも本当に綺麗になられます、柴田さんも柴田理恵さんもすごい胸がドーンとあったんですけど、今年齢ってほとんどもうインドのなんみたいになっちゃった。私も2人にね、やっぱり母乳飲ませて本当に地球に引っ張られて垂れてショックだったんですよね。それ関係ないという証明。70になっても80になっても上がることができると。そうですね。すごい嬉しい。もう嬉しい。誰でもできますから。すごいと思う。どうだったよね。努力っていうのはすごいですよね。